今我が国がなすべきことは戦争終結です。1945年8月14日終戦前日、どうやったら戦争を終結させられるか、戦争を終わらせるために何が起きていたのか、その真実を描いた映画日本の一番長い日、その全貌を出演キャストが紹介します。太平洋戦争末期、戦況が絶望的になった1945年4月、鈴木貫太郎内閣が発足。そして7月、連合軍は日本にポツダム宣言受諾を要求。受諾は時期尚早。尚早とは何だ。総理いかがお考えですか。直面する重大問題を私の内閣で解決する決心です。国対護持に関しての確証が全く与えられていない以上、拒否を明らかにすべきです。連日連夜閣議が開かれるが、一向に結論は出ない。2発目の原子爆弾が長崎に投下されました。被害は広島と同じく甚大であります。アメリカは広島長崎に原爆を投下、何十万もの命が散った。8月10日午前会議が開かれる。このまま戦争を続け、文化を破壊し、世界人類の不幸を招くことは私の望むところではない。男たちは日本史上最大の決断を迫られた。連戦連勝陸軍の栄光を守り、戦争継続を遂行できるのは閣下だけです。降伏か本土決戦か、今我が国がなすべきことは戦争終結です。日本の一番長い日に秒刻みで変わっていった日本の運命とは。ポツダム宣言受諾は皇室保全の確証が得られて初めて実行される。この条件がなければ戦争を続ける。一億玉砕論が渦巻く中、決断に苦悩する阿南惟幾陸軍大臣。まずはとってもその部下たちに慕われた人なんですよね。家族の中ではほとんどやっぱり仕事の話はあまりしなかった方だったようですけども、家族っていうものも非常に大事にした人なんだろうと思いました、私の任務は祖先から受け継いだこの日本という国を子孫に伝えることである。国民を案ずる昭和天皇。国民の平和と世界の平和を願う祈りの像を体現するという、そういう役割だっていう、その大枠のところをイメージして。おそらく進行まで議論を重ねても結論は出ないと思われます。その場合陛下のお助けをお願いいたします。聖壇を廃し閣議を動かしていく鈴木貫太郎首相。防衛とした人でね、なかなか大変な人だったんだなと改めて思いますけどね。それだけに僕とは全く違うキャラクターなんでね、難しかった。今までやった中で本当に一番難しかった。国の方針を陛下の意思によって決した。将兵一人残らず楠木正成になると激励します。徹底抗戦の激文ですよ。首相を献身的に支え続ける迫水久常書記官長。やっぱり実際に生きてた人、僕変な飛躍とかもできないし、その人たちを知るっていう行為でいろんなことを思いながら演じなきゃいけないんで、もうそういう意味では余計なプレッシャーもいっぱいあるしね。各自かかれ。はい。日清日露の大戦で輝かしい勝利を収めた連戦連勝陸軍の栄光を守り、戦争継続を遂行できるのは閣下だけです。陸軍の意地にかけ戦争継続を望みクーデターを企む若手将校畑中少佐。やっぱりこう史実ではこうなんていうんですかね、わからない真実というものを現場で作り出すことができるっていうのが、なんか非常に面白く、実はこうだったんじゃないかとか、もしかしたらこれはこうかもしれないとか、別にそのイフストーリーではないですけど。最後のご聖断は下った。納得できんなら
まず私を斬れ。あんなに寄ってくれやれ。深深く世界の体制と帝国の現状とに最高峰の演技派キャストが豪華総出演。日本の未来を信じ守ろうとした実在の人々を描く衝撃と感動の歴史超大作、日本の一番長い日。映画日本の一番長い日、監督脚本は突入せよ浅間山荘事件、クライマーズハイなどの社会派ドラマで高く評価され、我が母の木でモントリオール世界映画祭審査員特別グランプリを受賞した原田雅人。原田監督はなぜ今この映画を撮ろうとしたのか。戦後70年も経ってね、やはりあの時のその終戦の時に何がどういうふうに行われてたのかっていうことがこうだんだんとぼかされてきちゃってますよね。でことに一番重要なのはやはり軍をなくすことによってしか国は残せなかったんだっていうね、この意識ですよね。だからそれをやはり歴史はちゃんと自分の目でいろんな資料をベースにして、でもう一回検証し直してね、でとにかく我々はどこから来てどこへ行くのかっていうことをちゃんと見定めてほしいと思いますね。日本の存亡をかけた4ヶ月のドラマ、そして政府による終戦の意思決定から玉音放送まで24時間の全貌を描く日本の一番長い日。この作品に対しキャストはどのような思いを馳せたのか、改めて聞いてみた。日本という国を残していこうと頑張った人たちが今の日本を見てどんなふうに思ってるかなということはなんとなくその撮影中にも思いながら、思いをもちろんその強く発する言葉の中に込めるんですけれども、なんかこうなんでしょうね、胸とこうお腹の間にこうダイヤモンドの塊のようなね、すごく透明な硬い石みたいな、そういうものをこう持ってそこからなんか発せられてるみたいな、こう、まあ、勝手ですけれども、そういうふうなイメージを持って演じるようには心がけました。なるべくお客さん目線というか分からないことだらけの中で右往左往して理解していくっていうスタンスで、映画で分かりやすくするためには、あ、そういうことかっていう、だから僕ほとんどリアクションだけな感じでしたね。本当にすごいこう緊張感がもう僕の中であって、いやだから背筋が本当ピンと張るような思いでしたね。私たちが出演する映画日本の一番長い日は、太平洋戦争末期、戦争を終わらせるために戦った男たちの壮大な人間ドラマです。降伏か本土決戦か、日本史上最大の決断。戦後70年を迎える今だからこそ見ていただきたい、日本人として知っておきたい歴史の真実が描かれます。8月8日公開、日本の一番長い日、ぜひ劇場でご覧ください。なりません。今我が国がなすべきことは戦争終結です。命にかけて本土決戦をお願いします。あんなに映ってくれ。国民は苦しんでいる、もう十分待った。この決断が今の日本の平和を作り上げた。日本の一番長い日。